読売二つの玉筋。何ですか？練習しなかった挨拶の今日の挨拶どうしようかなみたいな感じで相談したら今日あれさんがね、そうそう、講談を見に行った、講談を見に行ったんですよ。なかなか見る機会のない日本の芸能、伝統芸能講談を、まあ生で見に行って、うん、その挨拶が面白かったから、どう、うん、挨拶で困ってらっしゃったから、どんな挨拶がいいかなって、いいかな、どんなでした、その講談の講談は、はい、テーブルをね、なんか扇子みたいので、はいはいはい、パンと一回叩くの、ね、で一回集中してみたいな感じだと思うの、はいはいはい、こっから始まりますよ、パン、よろしくお願い申し上げ、立て祭りまする丁寧な、長丁寧いる、そんなにみたいな、それが普通なんですか、何回も言ってたから、みんなやってるんですか、多分、そう、みんなやってる、決まりなのか、全員それ全員なのか分かんないけど、最強みたいな漫才、ああそういうことだよね、よろしくお願いしますじゃん今、はいはい、現代は違う、落語家の人でもよろしくお願いいたしますぐらいですもんね、そうなのかな、まあ、そんなさっと正座してるの、いや講談師は違う、よろしくお願い申し上げ、立て祭りまするよく覚えてるねそうか、前日というかもう覚えるのか、そうかそうか、染み込んでね、いやなかなかね、その中で何人も出るんですよね、講談の方、講談師は何人か出てた若手の方から、俺は銀屋さんって言って、はい、あの 俺たちお世話になってたね、はい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 、方の、お知り合いの方 の講談を見に行ったんだけど、その単独だったの今日、うん、単独で何本何がやるんですか、そのネタ、いやね、だから30分ぐらいのを1本として2本ぐらいです、お話30分バーってしゃべって、演技とかある、 V とかないよ企画のコーナーとかないですか、企画のコーナーとかない、大喜利とかね、大喜利コーナーとかないない、ゲストさんがね、こんな講談は嫌だ、ね、あの動物のモノマネとかしてちょっと和ませて、あ、そういうのもある、そういうのもあったけど、まあ、基本的には講談さんもう10分20分講談知らないな、見たことない、終わり方はどうもありがとうございましたみたいな、終わりはどう、え、座ってんの、まず、そう、正座、正座で座ってて、終わりもあのパンパンって言って、以上短そこはこれにてなんとかみたいな、なんかあんまり、まあまあ、印象深くはなかった、ちゃんと落語みたいにオチがあって笑いが起きてそれで終わるってことですか、オチもそうだし、はい、そう、大体オチでは笑い一笑いあって、はい、でその例えば30分だったら 何箇所かに1回その笑いが入んの、面白ワードがある、でも俺全然わかんなくてさ、みんなが笑ってるとこで笑えないっていう、なんか虚無感というか、ボケが伝わらないと、伝わらなかった、全く日本語、古い日本語をたくさん言って、はいはい、あ、そういうことか、そう、喋ってるから、別に魂中もあってよく置いてかれんじゃん何が面白いの、一番古い人なのに一番古い人なのに、魂中は最新のについていけない講談は古い講談は古すぎてちょうどいいとこ行ってくんないかな、歴史の話なんですか、そう、歴史の話、徳川第何代みたいなことを言ってたし、じゃあ歴史を知らないと楽しめない、歴史も知らないと楽しめないし、はい、でも知ったからとて日本、古い日本語を知らないと楽しめないし、古語みたいなね、そうそう、で、一回置いてかれたらもうついていけないし、はあ、だからすごいよね、笑ってる人って、あれ嘘で笑ってんじゃないかなと思う、いやまあ何回も見てる人多いんじゃないですか、同じ話だって分かってればね、それを銀屋さんなりのそうそうそうアレンジ加えてる、そっかそっか、でもね、5歳ぐらいの男の子は笑ってたわ、なんで今の分かんないんだ、天才だ、そのでも、うん、お願い申し上げ、立て祭りまするで笑ってたの俺だけ普通笑わないんだよ当たり前なんだろ、まあ、普通笑わないから変な客ですよ、だから嫌な客嫌な客みたいな、いやだからその知らない世界で言うと、うん、俺初めて、まあ、先週お休みをいただきましてね、うん、おかえりなさいませ、ただいま帰りました、おかえりなさいませ、まあ、ずっと5日間家にいて、はいはい、初めてアレさんと坂友の YouTube 生配信見たんですよ、コメントもねして、はい、参加してありがとうございました、ヤクルト、元ヤクルトスワローズのジュリアスっていう、ピッチャーだった、はいはい、ジュリアスをゲストに招いて、まあ、Zoom でやってるじゃないですか、はい、はい、やってましたね、アレさんが、うん、こんなに野球知らない人だったって言った、あ、そんな風に映った、野球、ね、はいはい、の番組をやってるじゃないですか、うんうん、アレさんだけ本当に野球知らないんだなって思って、うん、
例えばね、ジュリアスが、はい、ちょっとまあトークを振るわけ、あれさんが、はいはい、ジュリアスはさ、もう一回野球やるってなったら、もう引退してるから、ね、はい、引退するってなったら、うん、ピッチャーと野手どっちがいいのみたいな質問、まあいいじゃん、はいはいはい、ジュリアスは、あ、僕野手がいいですけど、うん、あの左に投げなんでちょっと、ね、限られちゃうんですよ、ポジションが、はいはいね、野球やってる人だったら分かるじゃん、セカンド、サード、ショートできません、ね、で坂友は野球してるから、はい、あ、そっかって言ってんだけど、あれさんは、うん、それが分かんないから何言ってんのみたいなどういうことよ、変なボケかましたみたいな、ジュリアスが。なるほど、そうそうそう。でその後さらに、え、だって坂本さんって左利きだけどショートやってるよねって言って、そうそうそう、いや坂本さんまず右投げ右打ち、ね、はい、左が一個もないですもんね。坂友が補足した情報によると、ペン、ペン書くとき左、確かにサインの、そうそう、それを知ってて、はいはい、なるほど、左の人もショートやんじゃんみたいな、なるほど、言ったりとか、なるほど、あ、本当にね、それに関してはいまだによく分かってない、何が面白いかってことですね、あれ面白いかじゃなくてボケてたの、いやだから爆笑とかじゃないですけど、うん、あるあるというか、はい、うん、あるセカンド見たことなくなったの、セカンド、そうそうそう、ショート、サードで左で投げてる人、そんなこと注意して見てないもんだって、キャッチャーもね、はい、キャッチャーも、基本だから右の選手が動きやすいポジションなんですよ、あの辺は、はい、こう、そうそう、反転しなきゃいけなくなっちゃう、セカンドが左、右手グローブ、左利きがこっちだけど、こうやって投げなきゃいけなくなっちゃう、セカンド普通こういけるけど、こうやってこう投げたらいいんじゃない、ダメなんで、まあやりづらいってことですよね、ずらいんだ時間、そうですね、うん、まあいますけど、過去に甲子園でキャッチャーが左やったりとか、はい、いるはいる、やっちゃいけないわけじゃないけど、うん、まあそのね、基礎的な、ただ理論上そう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 なんだ、だから外野かピッチャーかファーストなんですよ、うん、はい、なるほどね、じゃあ、ね、はい、なんだっけな、あ、よく覚えてる、あれだわマクガフ、はいはいはい、あの時、ね、どっちが勝ったんですか、巨人勝ったんですっけ、巨人勝ったんじゃないかな、なんかね、ヤクルトの抑えですね、そう、抑えの人が出てくる場面も分かってないから、うんうん、え、5点差ぐらいついてたのに、はい、今日はマクガフ来んのかねみたいな言ってて、あ、そうそう、そのルールもいまいち分かってなかった、そうそうそう、あ、ま、負けてんのにか、ヤクルト負けてんのに、あ、最後やっぱマクガフ来んのかねって、最後がマクガフ走ってるから変な情報入ってる、そう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 、坂友、坂友がいやいや、ヤクルトね、はいはい、勝ってないからないでしょっつったら、はいはい、何言ってんのみたいななんで毎回強気で突っ込めるんですか、なんで強気なんですか、ですごいなと思って、野球知らないのはしょうがないことだけど、はい、野球知らないで番組を顔だけでやってるんですよ、顔だけで、で坂友の相手みたいないやー、だからすごい世界だなと思ってね、うん、知らない人が回して、いやいやいや、まあそうね、それどん突っ込むじゃないですか、坂友さんは説明しないですね、うん、こんな風に坂友もしないのよ、そんで、まあ、諦めてんのか、あ、もう、あ、それ、そうか、それが当たり前の、あれさんは当たり前だって思っちゃってるからか、そうかもしんない、その番組で説明したらなんかね、ジュリアスがすごいだからかわいそうだったもん、なんかあの確かに変なこと言ってないのに変なこと言った扱いされてでもあいつは変なことも言うからねボケてもいましたね、ボケてもいるから、なるほど、うん、誰やっけな、あの選手の、はい、こっちからね、アレさんたちの方から誰と今仲いいのみたいな、そしたらジュリアスが、うん、いや仲いいってここで言ったら僕の一方通行だったら恥ずかしいじゃないですかみたいな、いいから言ってよ、はい、みたいな、で、あ、じゃあリチャードとかですかねって、ソフトバンクのね、若手の、はいはい、誰だよって誰だよお前が誰だよ違う違うよいやいやジュリアスも、え、リチャード知らないですかとか言って、坂友も知らないし、はい、リチャード、そうなんですね、そうリチャードってちょっと古い名前じゃない、リチャードは今別に昔の方の名前っぽくない、まあ、昔のねハリウッドスターのイメージは、いや日本ギアだけでしょ、リチャードギアリチャードギアしか出てこないじゃん、しかも日本人だよね、あの沖縄育ちの、あ、そうなんだ、あ、日本人ではないかもしれないですけど、うん、そう、完全に沖縄で、あのソフトバンクでね、あの今一軍にまた上がって、だからジュリアス状態じゃん、ジュリアス状態、うん、そうそうそう、1軍で23本とか売ってる、今1軍でね、そうなんだ、さっきこの間上がりました、本当にソフトバンク、だから逆に覚えないもんなんですか、9年間もモノマネやってて、確かに、だから多分覚える覚えないじゃなくて、うん、初めての情報なんだろうね、この9年間で、その左投げがどうのこうのみたいな、初めて聞いた、まあ、当たり前と思って喋ることないですもんね、わざわざ言わないか、本当に本当にやればやっぱ覚えるっていう、まあ、そうかそうかそうか、ちょっと一回アレさんのさ、はい、野球学力テストとか面白そうじゃない、いや面白そう、野球好きな人当然知ってることを、あ、でもしてみてほしいかも、リスナーさんからちょっとクイズもらったりとか、あ、めっちゃいい、確かに野球
知ってる上級編まで行っちゃちょっと河合さんで、初級中級からスタートして、こんな問題出さないだろみたいな、そう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 、そのぐらいのどこまで知ってるかちょっと試したいです。来週のオープニングとかで募集しますからね。ということで、じゃあちょっと長くなっちゃったけど呼び込みましょう。青年隊どうぞ。いやびっくりしましたね、衝撃的な事実が。インフィールドフライとかもまだよく分かってないし、まああの辺はまあまあまあ、ちょっと難しいですよね。はい、うん、そのルールは別にいいと思うんですよ、そこまでの、はいはいはい、その細かいとこまでは、はいはいはい、でもそういうとこだよね、なんか当たり前だろみたいな、そうそうそう、常識、野球常識みたいな、で、ね、でもあれさんもそう強気でいくもんだから、強気、いや分かんない、なんだよ、なんで言いますか、何言ってんのお前みたいな、なんでそこ行く、マジで本当に分かんなかったね、だって未だに抑えもなんで言ってるか分かんないってさっき言ってました、マクガフがあれ何す、あ、そっか、負けてたら出ないのか。だから要はその大事な3点差までの危ない試合を抑えるのが守護神ですから。これ3点なんだね。それも初めて知ったの俺。セーブがつく条件です。そうですね。はい、だからそう、そういうことでしょ。そう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 。4点だったら出ないってことでしょ。4点空いてたら出ない。まあ出ないわけでもないです。で、出れるんだけど、別にセーブとして記録はつかないってことね。大勢が別に4点差でも調整のために投げたりしますけど。ね、なるほどね。そういうことしてるから分かんない、ね。ちなみに4点差でもセーブつく場面もあるんですよ。これは難しい話、ね、これはそうですね、これでも僕はちょっと曖昧、これあのね、セーブの条件はこれ嘘じゃない野球やってたよね10年間やってました。セーブの条件はなんで3点でセーブつくかって言ったら、3人ホームラン連続で打った時に同点に追いつかれるか疲れないかなんだって。なるほど。だから、はい、満塁から出てきた場合は多分あつくんですね、6点まで、5点差までつくんじゃない。へえ、あ、そうなんですか、まあ、あ、違う、6点、6人、6点差までつくのかな、確かそんな感じだったけど。なるほど、2位になるから、ね、差がね、うん、ってな感じだった気がする。いやでもありますよね、4点差でもつく、そう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 、そういう場面もある、はい、まあそこは難しいんで、確かにここ、ね、まずは左投げはポジション限られてるってことと、リチャードって選手がいるってこと、はい、だけ覚えて帰ってくる、そこですね。さあ、ということで、はい、オープニングのお便り読んでいきたいと思います、はい、玉筋ネーム、のりこのりおりさん、はい、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、今週も笑わせていただきありがとうございます。ガタオカさんがいないと寂しいですね、うん、そうですね、自宅待機だけで済みますように、うん、済みました、無事、あ、よかったです、あれさんと安楽さんと大鍋常さんもガタオカさんがいないと寂しそうな感じに見えました。うん、来週は4人の玉筋が見れますように、うん、あれさんも安楽さんも大鍋常さんもコロナに気をつけてください。ありがとうございます。めっちゃ名前連呼してくれる、ね、優しい、思い出すかね、だからリチャードぐらい言えば、リチャード、リチャード、今回リチャードずっと言えば確かに、斎藤さん、はい、玉筋の皆さんこんにちは、こんにちは、先週の放送ではガタオカさん不在で不安視しておりましたが、楽しく拝聴できました。あ、よかった、赤ちゃんに一生持ち背負わせる話や、あ、うん、あ、そういう知識系のやつね、はい、吉田組さんにゴミとして捨ててもらう話などはピンも、うん、ピンとこないにもかかわらず、うん、風俗場の名刺ネタや たまったらすっきりさせるあゆよ作文ネタなどはすごい広げ方山手線ゲーム、あれしんのすけが好きな女優ではアスカ・キララの名前も出てました。やはり玉筋っていいですね。知り合いには紹介できないのが残念ですが、いうことですね。自分の得意分野ばっかり。まさにこの話に通ずるよね。それはそう、そう、ね。ジュリアスがもしあそこでエロい話したら広げてたわけですよ。野球の話ばっかするから。あいつつまんないんだよ、野球の話。あれ、本当に。野球でもやってたのかな。やってたんだよ、プロだったんで。さあ、それからですね、先週はちょっとね、申し訳ない、読み忘れがたくさんあったということで、すみませんでした、何人かの方から読み忘れがあったということで、はい、スーパーストロングボッキマシンさんなんかね、はい、大ダンサー力作だったのに読まれなかったと言ってきてますので、今日読み忘れた方の分を先にオープニングで読ませて、ああ力作が聞けるんですね、いただきたいと思いますね。はい、ブー体験はこれ読んでるかな、読んでるね、これはね、コンビ名のやつは読んでますね、読んでない、読んでないです多分。じゃあこれブー体験から読んでいきます。読んだんじゃない、あ、これ読みましたよね、あ、読んだ、読んだ、そうだね、そうだね、読んだ、読んだ、コンビ名ケツ穴にしたらどうでしょうっていう、ね、読んでるね、読んだ、読んだ、じゃあ大ダンサーの方ですね、はい、今日は大ダンサーとお題違うんで読んじゃいます。はい、玉筋をもっと見たくなるようなあいう作文を作りましょう。ああ、はい、じゃあ玉筋のタからしてもらっていいですか。あ、じゃあ力作ですもんね、うん、じゃあ、タンちゃん、玉筋のタ、玉三郎、改め玉三郎は、うん、ま、ま、丸子をひたすら攻め続けたが、すすぐに行けないからケツ穴に走ってじ地になった。おーおい、何が力作や。何が力作の。これが読まれなくて悲しかった。読むか、読まんでよかったわ逆に。で、すいません、読み忘れてしまったみたいですって返したら、
ケツ穴確定ネタ。お上手来てくれた、ね、お上手でございます、ね、ずっとケツ穴ケツ穴言ってますね。時事に乗っかってますね、時事ネタでね、はい。それから復活パンダさんもこれ読まれてないということで、はい、じゃあ玉筋をもっと見たくなるような愛用作文お願いします。はい、はい、じゃあ玉筋のたたまにま真面目なすすごくいい字情報を伝えます5分に1個使える豆知識を言えばおじさんリスナーだけでなくおばあちゃんや主婦子供たちも見てくれると思いますというところで、確かに今のところ入ってないんだね。今のところそういうことないというでもさっきのね講談の挨拶だったりとか、あとは左豆知識ですね。もう2個も入ってる。確かに今日はいい感じ、ね、今日は、うん、ダメだろ、まあまるこって一回言ってるからまあまるこダメとは書いてない、まあ、そうなん、それから植物パイセンですね、はい、大ダンサーいきます。愛用作文、はい、はい、玉筋のた楽しい時間を、ま、毎週お届け、す好きになっちゃう、じ熟練のトーク。おーおー、いいじゃない、決まりでいいですね。これ狙いに行き過ぎですねって自分で反省します。いやそんなことはない、反省しないでください。パイセンは、パイセンと復活パンダさんもそうですね、うん、あの舞台券も読み忘れちゃってるんで、これは今週に回します。なるほど、わかりました、はい、はい、じゃあ玉筋で、初めての方なのに忘れちゃいました、すいません、すいません、初めて、うんこ漏らしムーマ、あ、初めまして大ダンサー選手権、はい、愛用作文、はい、うん、玉筋のた大抵の巨人ファンは知っている、ま真夜中の読売二つの番組、すすごく面白い看板番組、じ時間何時だっけ、ブーン、おー、いいじゃない、出ましたね。あ、いいですね、めっちゃいいですね、おー、初めての、まあ、上手、めくれてないので、危ない、めくれてないのでめくったから大丈夫、いやいやいや、アウトでしょ、アウトでしょ、先週もだから散々忘れてるから、そうですね、なんか、うん、1回目ですもんね、今日は1回目は、うん、いやいやいや、バイト募集中ですからねさあ、ということで、はい、今日もね、ブー体験もいっぱい来てますし、はいはい、それから大ダンサーの方では実際あれさんが今後仕事をする、うん、あ、そうですね、使えるものを募集してますので、ありがとうございます、そちらも実感かけてゆっくりやっていきたいと思います。お願いします、この番組はですね、はい、有限会社吉田組さんと、はい、小田原うろこさんと、うん、リラクゼーションゆらくさんと、うん、ラーメンハヤツさんと、うん、そしてこちらの麺どころガンテスさんの提供でお届けしております、はい、それでは CM をご覧ください、どうぞ。どうぞ。乾杯。お待たせしました。金目の煮付けになります。うまそう。お待たせしました。イートポツクでチヂミ風になります。待ってました。お待たせしました。お会計になります。うろこ。こんにちは、わんこそば。さよ、おなら。ブー。ブーただいマリオネットあー最近ブーのしすぎで体が凝ってるな。そうだ、はあ、生き返るゆらく。さあ、コメント来ております、はい、うんこ漏らしムーマ、はい、ということはホールドポイントもわからないってことですね。なるほど。ホールドポイント、ホールドは聞いたことあります。ホールはもちろんありますね。どういう人につくんですか。中継ぎ。おお、すごいじゃない。中継ぎ、はい、だよね。だから、うん、点を取られなかったら、いや逆転されなかったら、これはねわかんないですね難しいです、これは、言ってます本人も。でもどっちか、だからといって私も説明すると難しいけどということで。そんなホールドポイントが難しいね。ホールドとホールドポイントが違うのか。あ、違うんか。2種類あります、なんか。うん、昔ホールドポイントなんてあったっけ。なんかあれパープルとかではなかったですもんね。なかったね。あとね、いろいろ変わってきててルールも、うんうん、ピッチャーのなんか投げる投球数のさ、あれも表記変わってるよね、はい、0.2 とかになって今3分の1だったのが今まで。あ、はい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 、はい、中継ぎがワンアウトだけ取って交代した時 0.2 って表記になってるんですよ。なんか何をイニング数、投げたイニング数、うん、昔は3分の1だったじゃん、うんうん、4回3分の1とか、うん、5回3分の2とか、うん、それよく聞くね。今ね 0.2 とかね 0.4 とかわけがない数字になってるし。あ、本当ですか。エスポナビとかで、はい、その、どういう見方なんだろうなと思って。なるほど。それから僕らなんか SBO って覚えてたんで、うん、ストライクの、はいはいはい、あ、はい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 、はい、BSO に変わっちゃってね、アメリカのね、そうそうそう、はい、アメリカスタイル、ツーボール
ツーストライクっていう。そう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 。昔はツーストライク、ツーボール。昔はストライクが上にあったの。あ、そう、先でした。はい、だ真ん中が3個あったんですよ、ボール。で、審判も、はい、だからワンツーって言ったら、ワンストライク、ツーボールの。なるほど。イメージだけど、今の審判って、はい、ツーボールワンストライク、はい、先ボール言わなきゃいけない。そうかそうか。ツーワンになっちゃいますもんね。そう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 。みたいな。あ、でもめちゃくちゃそっちの方が俺はしっくりくるわ。ボールが先の方。ああ、だから新しいアメリカに習ってですね。そうね。国際、うん、国際ス。なるほどね。だからどうせルール変わるから別に何も覚えなくていい。いずれ変わるんでね。植物パイセン。はい。こんばんは。こんばんは。今回も楽しくお酒を飲みながら見ていたら、いいですね。よそ見をした隙にグラスを倒してお酒をこぼしました。あらま。机の上に置いてあるぬいぐるみたちがびしょびしょになってびっくりしています。かわいい。さすがに。すごいいいエピソードですね。いいね、はい。酒とぬいぐるみってあんまりマッチしないですけどね。酒とぬいぐるみのたまたまずに。いいことですね。はい。台風来てますんで、家の中でじっくり見ていただけたらと思います。それではやっていきましょうか。はい。933なんで。はい、950目指していきますか、はい、今日はね。すごいすごい。僕と私の舞台系、よろしくお願い申し上げ、立て祭りまするはぁはぁはいなかったですか。はぁは言ってるし、いやいやいや言ってしまった。黒いでかい人が。ブー体験ではですね、はい、こちらのアレブーノスケ先生が思わずひっくり返ってしまったら、はい、こちらのメーターがめくられまして、お願いします。ポストカードをプレゼントしている。ひっくり返させてくれ。ぜひね、はい、先週でもいいペースで稼いでたんですか。いや、そんなことないですよ。先週はそうでもないか。先々週が50目指したじゃないですか。そうですね、そっかそっか。で、うんうんうん、あの乱発。乱発のサービス。だけど、もう全然。先週は通常会に。通常会です、ね。じゃあ今日はどうなるかと、はい、楽しみですね。お願いします。行きましょう。はい、玉筋ネーム、のりこのりのりさん。のりさん。玉筋ファミリーの皆さん、おはようございます。おはようございます。4時13分に来てますね。はい、ですね。舞台券です、はい、うん。あまりにも物忘れがひどいので、認知症の検査をしたら、一応ギリギリ大丈夫でしたが、まだ40代で、あと1問間違えたら認知症の疑いがあるとは、これからどうしましょうというお便りです。怖い話。いや、すごいよ。いやいや、ここに、あら、ここに投稿していい、ブーするわけないでしょ、これで。これでブーするわけがない。でも、1問とかそういう感じなんですね。なんかありますよね、その簡易チェックみたいな。それは何忘れてないか、当てはまればみたいなやつとか、あ、昨日食べたもの忘れてしまうとか、なんか多分そういうの、俺らでもできんのかな、それ確かに携帯で調べる、チェック用とか出てるんじゃないですかね、今どうする、あと1問だったら、いや、まあ、あれさん、ありえるかもしれない、いや、アンラクとかも危ないよ、いや、そうです、アンラクさんとかも、いやいや大丈夫です、結構でも本当に酒飲んだら大体もう忘れるもんね、あ、記憶飛ぶってこと、飛んじゃうタイプ、それはどうなんですかね、まあまあ弱くなった年齢とともに、なんかそういう、そう、年齢のとともに、だからだんだん弱くなって、弱くなって、はいはいはい、なんか酒飲んで今まではこっからの記憶ないわだったんですよ、うん、僕は、うん、はいはいはい、例えば3時間飲んでて、はい、最後の1時間覚えてないわ、はい、どこまで覚えてる、あ、これあったね、これあったね、はいはいはい、なんか最近その前まで侵食されるようになっちゃって、あ、記憶飛ぶとね、え、全部いっちゃうってことですか、なんか、なんかね、飛び飛びだったりするの、俺マジで1次会居酒屋、2次会カラオケ、3次会宅飲みだったのに、はい、2次会のカラオケだけ全く、あ、すっぽりパターンね、記憶ない、めっちゃ多いパターンあるの、僕そっちですか、玉筋健康診断やったことないから全員まさにそうで、はい、大学生の時とかに、はい、僕はあのよく記憶飛んでしまうんですけど、はいはいはい、ちゃんとその日寝る前に記憶があったら、はい、あ、よかった今日は無事潰れずに済んだんだと思うけど、はい、その真ん中すっぽり抜けてるせいで、はい、相当やばかったよみたいなこともあるんです、はい、なるほどなるほど、自分の記憶ないだけど、なるほどね、最初と最後だけ、そう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 、よかったけど、なんかみんながカップラーメン食い行ったって聞いて、はい、うん、いいなって言ったから、いや、はい、お前いたじゃん、嬉しそうに食ったじゃん、え、もう脱れてるんですね、そんなことがね、あ、うん、ありますよ、まあまあそうですね、ちょっとチェックね、確かにチェックしてみたいです ね、 きたいですね、まあまあ怖い話でしたね、そうね、はい、玉筋ね、巻きすけさん、巻きすけさん、こんばんは、こんばんは、先週の玉筋は職場でパーティーがあったためリアタイできませんでした、はい、来週のアーカイブが待ち遠しいです、あら、あれさん、昨日のイベント出演、はい、お疲れ様でした、昨日、ああ、そうです。アイドルボンバイエっていうライブ、うん、ライブ出させてもらいました、ね、はい、イベント後のチェキだけでも行きたいなと思ってたけど、早退できないぐらい忙しかったので行けませんでした。悔しい、うん。もっと早くイベント情報分かると嬉しいです。そうか、うん、ごめんなさい。告知はね、もう少し早めに、1ヶ月前ぐらいにシフトを、なるほど、そうかそうか。ちょっと遅めだからな、俺も。僕たちの豚券、はい、フードコートで、おいっ子とご飯を食べていた時のこと、はい、おいっ子におやつのボールを渡したら、うん、うまくつかめずに転がっていきました、うん、そのボールは少し離れたおじさんの足元に行きました、うん、踏みそうで踏まないまま2分経ち、結局おじさんが拾ってくれていました、ありがとう、
というか。なんじゃこりゃ。今のありがとうはおじさんになのか、そのなんていうの、センキューの方なのか、この。あ、なるほど。曲歌った後のセンキューの方。ありがとう。聞いてくれてありがとう。私のブー聞いてくれてありがとう。画像が送られてきて。画像があるんですか。はい、おじさんの画像。うわー、やばいじゃん。思ってるギリギリですね。よくその拾わずに写真撮ってる場合じゃない。知らないおじさんなんだよね。知らないおじさんの足元のね。あ、確かに気になる。あれ拾ってくれたやつを食べさせたのかな、おいこ。なぜかしら。美味しくいただいたんですか。え、食べてくれてありがとうおじさんが拾ってくれたの。すごいね、これ。思ったよりギリギリですね。そうね、うん、ちょっとでも足を下ろしたら。あれは気になるな。さあ、ということでブーが出ましたので、はいはい、じゃあルーレットお願いします。はい、出ました。お、はい、すが出ました。すのポストカード、おめでとうございます。じゃあすですね、はい、おめでとうございます。ペンここら辺に。あ、あれあんだ。先週はペンもなかったですからね、うん、そういうところがね、気の緩みがね、はい、大丈夫ですか。もう大丈夫です。できるじゃん。今日喋らずにこっちに。いやいやいや、確かに今日喋ってない。喋ってないよ。今日喋った。喋ったですよ。僕もそうっすわ。いや、舞台劇の前の盾祭りも怪しかったですよ。あれもただ避けてた。言ってましたって。でもちゃんとそれできて偉いわ。できずにこうやってやってたら大変だった。いやいやいや、もうみんながこうやってやってる時にさ、気づかずにこうやって。いや、もうハードル激下がりしてるじゃないですか。行きましょう。玉筋ネーム、うんこまらしムーア。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、ムーマの父親の息子、かっこ長男ですね。あ、ガタオカさん、アレさん、玉筋青年隊の皆さん、おばんどす。まずガタオカさん復帰早々の大阪単独ライブお疲れ様でした。あ、そうか、ね、そうだよね。今日帰ってきました。朝に昨日だったんだ。昨日やって超弾丸ですね。今日の午前昼ぐらいに出て帰ってきましたね。台風の影響で新幹線移動が大変でしたでしょうけど、玉筋でも頑張ってください。はい、まさに止まっちゃったんですよね、午後からね。いやー、すごいですね。じゃあそれに間に合うように帰ってこれた。そうそう、急遽午前の便にしてもらって。危ないですね。僕たちの舞台券、はい、うん、土曜日にコロナ陽性から復帰し、早速お出かけしました。至って普通でした。何がやねん。そうだ、何がやねんが出ました、初の。俺北海道出身なんだけど、出ちゃいましたね。なかなか出ない。何がやねんが出ちゃいましたね。そうなんだ。どういうこと。コロナだったんですね。コロナってね、先週来てて読み忘れかもしれないですね。あ、そうですか。だから久々に出かけたけど、はい、思ったより楽しくなかったってこと。ああ、なるほど。そういうことですか。なるほど。もう、そうかそうか、そういうことか。いや、嬉しいけどな、5日ぶりに外出た時とか。そうだよね。そうですよね。だって俺今回で3回目の濃厚接触。いや、すごいね。コロナ2回かかってるから、まるまる1ヶ月ぐらいじゃない今年。ああ、確かに。そっか、ね、全部したら。5日とか何日だとかやって。すごいな。めちゃくちゃ暇ですよ。だから俺らの配信も見れたんだもんね。そう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 、楽しかった、すごく。4時間ぐらいありがとう。あと初めてメルカリをやってみた。あ、送ったんすか。メルカリ初心者向けの出品講座っていう、はい、Zoom の1時間半の授業を受けて、無料でできる、はいはいはい、で先生に教えてもらいながら、はい、こうやって服詰めてみて、はいはい、実際に送ってみましょうっつって、はい、4着売れました。おー、ありがとうございます。え、いくらでとかは言えない。1500円ぐらいですね。あ、でも全部で送料込みで。ああ、いや、1着1500円。おお、いいじゃん、それ、うん、いいじゃん。いや、普通にちょっと部屋掃除した時にいらない服出てきたから。ああ、いいね。あ、だから知らないおじさんおばさんたちと一緒にズーム講座受けて。あ、なるほど。あ、その講座受けないと。いやいや、心配だったから。あ、そういうこと、うん、受けてみようと思って。真面目だよね、それと。めっちゃ機械苦手な人が。どうしたのこれ。これね、謎のね、え、わかりますか。血豆がね、ここにずっとできてるんですよ。血豆なのそれ。血豆。イボとかじゃない。イボかな。イボ。じゃあ一生そこにそれあんの。これ焼かないと多分。かわいそうなんか。最近指にできるのが多い。指ブスじゃん。指ブス。いや、確かにそのね。イボコロリとかね、ぜひちょっと塗ってみたいな。さあ行きましょう。はい、玉筋ネーム、復活パンダさん。これは先週読み忘れのやつですね。なるほど。はい、僕たちの舞台券、はい。友達と食べ放題に行ったのですが、うん、あー、食べ過ぎた、お腹めちゃくちゃ膨れちゃったと言ったところ、友達に元からだよと言われました。これが先週の分。なるほど。で、今週の分も来ております。おお、僕たちの豚券、はい、友達と昨日今日で大阪旅行の計画を立てました。節約のため夜行バスを取り、
今日の夜に帰る予定でした、はい、しかし台風接近で夜行バスは運行中止、うん、唯一の帰宅手段である新幹線も午後運休のため朝8時には帰ることになりました、うん、楽しみにしていた USJ やお笑いライブも諦め、うんうん、夜行バスよりも料金の高い新幹線チケットを仕方なく購入、うん、友達とは残念だけど安全第一だねと言って朝方東京に帰ってきました、うんうん、結局私たちが帰った時ちょうど東京は土砂降り大阪は晴れでした、うん、泣きましたそうなのよ、ね、ちょうどねもうまあしょうがないね、東京は土砂降りでしたけどね、はい、めちゃくちゃ降ってましたね。なんか、うん、イレギュラーな土砂降り多くなかった。もう今日、はい、やんだと思ったらね、あーそう、はい、もう直撃して、だから大阪は降ってなかったから、これ止まんの新幹線って本当にそんな感じだったけど、うん、なるほど、一応やっぱ止めなきゃいけないですもんね、うん、まあそうですね、なんかって時もやばいですもんね、そうそうそう、はい、USJ もなんか休園になるみたいなね。あ、そうなんですね。ということで先週の復活パンダがブーを取った、はいはい、今週は取れなかったなんだ、はい、じゃあ、はい、ルーレットですぐ出ました、スノーポストカードおめでとうございますね、すごいですね、はい、今日で今935、はい、なかなか渋いですね、はい、いきたいと思います。玉筋ネームアラさん、アラさん、はい、こんばんは、こんばんは、前回大変でしたね、めくりのバイト、まかないもついたら検討します。ああ、まかないついてるよね、確かに打ち上げついてる、ついてる、毎回ね、はい、あのコンビニ打ち上げの面白いことがないとダメですよ言ってんの面白いこと、僕面白いこと打ち上げの時、はいはい、言ってるいつも、はい、今日何で俺喋ってるの僕はここで喋れでこれ喋らず本日の投稿、はい、ブー体験、はい、思い出せない、先週の半ばくらいにあったブー体験がどうしても思い出せないひねり出せ俺の頭、戻ってこい記憶、戻れ戻れメモリーバーク、あとは大鍋つねさんが何とかしてくれます。おい、なんて言うの、メモリーバーク。でもなんかあ、メモリーバークって言ってたね、うん。面白いね、メモリーバーク。メモリーバーク。だから思い出せないとき、うん。あ、なるほど。ちょっとやってみて。先週あのめちゃくちゃいいことあった。あ、何何何。先週ね、ちょっと思い出せない。あれさ、あれさの。何何、メモリーバーク。おもろくなくないか全然おもろくないやないかこれは面白くしてくれるでしょ、打ち上げの時だったら、はい、今本番中だから面白いこと言わないけど、はい、打ち上げだったら助けてくれる、あの付け足し付け足しで、そう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 、受けるまでやってくれるから、ね、ここでできますか、ね、ここでやんなよ、ここで本番中だから、ここでやれよおい実際打ち上げてる手ではできるやん、別にいやいや無理、なんでそこで強固なんすか、実際に打ち上げないと無理、あの場所じゃないと無理、なんでそんな石硬いん、ちょっと暗くないと無理だ、ね、いやいや、そう、薄暗 い, い, や い, やいや手ってあるでしょ、全てに今のも手でしょ、僕思い出せないし、思い出せたし、多分思い出せたよ、先週の、残念ながら出ませんでしたということで、あ、残念、いきましょう、ね、玉筋ね、武蔵丸のリップさん、リップさん、皆さんこんばんは、まあ、昨日仕事中上司に呼ばれ、センサーで開く扉のところに立っていてと言われ、はいはい、ボケーと立っていたら扉が閉まりかけて挟まりました地味に痛かったです、いやあるよね、確かに、何のために言ったんですかね、センサーで開く、だから自動ドアですよね、なんか荷物運ぼうとしたとか、ああなるほどね、誰かいないと閉まっちゃう、うん、でボケーと立ったら挟まれた、あれ気配消したら閉まるもんなのかね、確かに、まあ、あのトイレのたまに消えるみたいな、消えるのと一緒か、ね、あれそうか、トイレ消えるか、動かなかった、動いてるやつ、確かに動いてればよかった、ね、対象物は全く動かなかったらいないと判断されて、全く動かないでボケーとしてた、それもすごい、確かにそうですね、すごい才能ですね、なんか別のところでねなんか役立つことがあるのがいいですけど ね, ね、部は出ませんで、はい、す、玉筋ネーム斉藤さん、斉藤さん、僕らの部体験、おら、先週出張で名古屋に行った時のこと、はい、帰りに名古屋駅で名物を食べようと、うんうん、味噌カツにしようか、うんうん、きしめんにしようかと悩んで歩いていたところ、はいはいはい、行列ができている店があったので並んでみました、うんうん、そして食べたのが一蘭のラーメンでダメだミャーダメだミャーああなるほどミャー名古屋弁ちょっとやってみて、ダメだミャー受けんじゃない、うん、並んで並んで、はい、行列できてる、あ、行列並んでるわ、あ、よしよし楽しみだな、お腹すいたな、名物食べたらいいね、いや、一覧かい、ダメだみゃー、おい受け受けるか、打ち上げだったら、じゃあ、じゃあここでじゃあ一回やってみます、手で、打ち上げの手で、いや、打ち上げの手で、乾杯乾杯乾杯、いや、本当にね、いや、いや、美味しい、いやね、楽しみだったんですよ、一覧行って、で、一覧だったんですよ、結局ね、いや、ダメだみゃー、ちょっと明るい、いや、おいあのライトをね、明るいし人が見てるから、いや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 、やばいよ、うん、いややばいよ、スタッフさんもいるし、いや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 、もう
切っていいやん。ひなちゃんなんて、うん、今のがちょっと楽しみでちょっと見に来たから、ね、そうなんか始まってると思って見に来たけど何も起きなかったからまた行っちゃった。おいおいなんだと思って行っちゃった。なんだじゃないよ。頼むよ。なんでこんなみんな手ができないの。リスナーさんのギャグを滑らせる。リスナーのギャグがもう、ブーは出ましたね。あ、出ました。ブー出たね。うちらのラーメンでブー出た。出た出た出た。マが出ました。マのポストカードおめでとうございます。ブー出たね。行きましょう。タマスジネームコルレオネさん。はい。あ、めくったか。めくったよ。めくったよね。だと思います。ブー出たよ。ブー出たから。今めくりましたでも。いや、今めくってない。さっきめくったと思う。なんでめくった本人とやった本人が覚えてる。ブーやった本人ぐらい覚えてるんですか。いやいや、チェックリスト認知症だから、ね、記憶がやばい、ね、自分がブーしたかどうか、ブーしたかどうか、あんたはめくりましたかと、めくりましたかと、あなためくりましたかと、やばいやばいやばい、認知だ、認知始まったんすよ。アラさん一緒に受けに行こう。メモリーボーク。いや、受けるんかい。受けるんかい。あ、面白いね。ちょっと受けるんかい。やめてください、ちょっと本当に。行きましょう。玉筋ネームコルレオネさん、はい、僕たちの豚源、はい、うちの母なら坂本選手を週刊誌に売ったりしません。うちの母と付き合ってお金をください。以上です。面白い。母ありがとう。お母さんは絶対売らない。母と付き合えばよかったね。そうそうそうですね。そうですよね。あんなね、あの裏切られ方というか、本当ですよ。もちろん悪いね部分もありますけど、ありますけどね。だからコルレオネさんの母だったら絶対そういうことはない。結構いい年でしょうけどね。コルレオネさん自体が50ぐらいなんだいぶお母さん、ね、なかなかのね、うん、まあ絶対言わないということは、確かに安心はできるという。なるほど。だからミスったんですね、坂本。読み忘れの方です。先週のすいませんでした。玉筋ネーム植物パイセン、はい、玉筋の皆さんこんばんは、はい、舞台券です、はい、母に台所の三角コーナーを掃除しておいてほしいと言われたので掃除して、それを報告しようとしたら三角木馬綺麗にしたよと間違えてしまい、母から変態を見る目で見られました。やばいよこれ。20歳女性、すごいね。これやばくない。三角木馬って普段言わないから、ね、言わない言わない、見てないとか、ね、そう知ってないとね、知ってないとね、まずね、はい、そうそうそう。口にでもね、あのアルバイトで、はい、僕結婚式場でバイトしてた時に、はい、あのピンスポットはいはい、係なんですよ、新郎新婦って、はいはいはい、でインカムで社員さんみんなに通じてるやつで、はいはい、ピンスポ準備 OK ですって言うんですけど、はいはい、その時それは OK なんでしょ。あのピンサロって言わないようにしようと。なるほど。やばいな言っちゃったって思ってたら、はい、ピンサロって言っちゃったんですよ。なるほど。気をつけすぎて。気がなるほど。意識がそこに行っちゃってる分、そう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 。だから多分パイセンも常に三角木馬っていう三角コーナーを見たら三角木馬を思い出すんだ、ね、言わないようにしようって戦ってみたいなって思って、うん、いや台所でこうしてたら嫌でしょ。嫌でしょそんなの。ああいいですね。二十歳ですもんね。まだ二十歳の女性変態な目で見る。変態ですね。笑いが起きてしまいました。うちのおじさんリスナーは喜ぶんじゃない。おじさんたちはね、確かにいつかだからあの玉筋オフ会の時に、あれが植物パイセンだと絶対名乗んない方がいい。確かに名乗んない方がいい。さあ行きましょう。玉筋ネーム、スーパーストロングボッキマシーンさん、はい、玉筋の皆さん、うんこちんちん、うんこちんちん、うんこちんちん。ガタオカがいない玉筋は玉シャブローがデリヘルの風俗情報研究して外れたのと一緒です。風俗情報研究して外れたのと一緒です。それはさてさて、奥よ、それ何言ってんのずっと。先日五反田に行ったのに東急池上線に乗るのを忘れてました。以上です。ブーじゃないでしょ。ブーどこがブーなんですか。わざわざ五反田行ったんだから寄らなきゃね。あんだけ言ってんだよ。いいよ乗んなくて邪魔や。別に降りると言ってんの乗りたいだけだから。乗りたい。じゃあ言わなくていいぞ。わざわざそのわざとブー体験。風俗情報を研究して外れたの一緒ってのはどういうことなの。いやこれがだから全然意味が分かんない。石田さんがいない玉筋は僕がデリヘルの風俗情報を研究して外れたの一緒です。うまいこと言ってんのかな。なんかこれどう。風俗情報研究してだから絶対いいとこ行こうって言ったのに外れちゃったと。よしじゃあここがいいと、うんうん、行くぞ、うん、いや外れかいぐらい物足りないとかね、はい、ああそうですね、まあ、そういうこと ぐらい必要な人間だということね。玉筋にはあ必要な人間、うん、それか、ガタオカで抜いてるかどうかだね。どういうことどういうことなんですかこれ。ずっと意味が分かんないです。うんこちんちんが挨拶のおかしい思ったんですよこいつ。薬やこれ薬やってもらったブーが出ました。そうです、はい、ルーレットお願いします。あ、字が出ました。字のポストカードです、はい、おめでとうございますということで、はい、937まで来ましたね、はい、いよいよ次は大ダンサー今日楽しみなんで、そうですね、はい、時間かけていきたいと思います、はい、それでは CM ご覧ください。どうぞどうぞ。石田井駅から徒歩5分
野球ファンなら絶対来てね。西大駅から徒歩5分。野球ファンなら絶対来てね。西大駅から徒歩5分。野球ファンなら絶対来てね。すいません、早田ラーメン一つ。へい、お待ち。大塩ラーメン一つ。へい、お待ち。台湾まぜそば一つ。へい、お待ち。醤油ラーメン一つ。へい、お待ち。さあ、リプが届いております。はい、玉筋ネーム植物パイセン。はい、お酒とぬいぐるみと拷問器具とお花と昆虫が好きです。あれ、しれっと、しれっとなんかうまいこと、うまいことなんかあれ。東京都在住20歳女性。聞き間違いかな。もう一回、もう一回いいですか。お酒とぬいぐるみと拷問器具とお花と昆虫が好き。何回聞いても。それからですね、パイセンがですね、はい、先ほどの私の大ダンサー、はい、玉筋の愛用作文ですね。はい、先週読まれてました。全員チェック。なんで全員覚えてる。読み忘れ忘れですねと。なるほど。読み忘れたことすら忘れ、忘れてもないのにということで。うん、ね、失礼しました。たくさん読みました。それから玉筋でもアラさん。アラさん、はい。滑っちまった。記憶は記憶。メモリーバッグ。滑っちまった。怒りが超すかすかなんか。滑ってないよ。ふと思ったけど、ガタオカさん、安楽さんとはラーメンハヤトで、はい、アレさんとはラーメンハヤトや東京ドームで何度もお会いしてるけど、はいはい、大鍋ねさんとは一回もお会いしたことない。ああ、そんなもんなんすかね、やっぱ。アレさん知らない。アレさん知らない。そうか、どんな人か分かってない。全然分かんないです。じゃあ、街であっても分からない。街であっても、はい。あ、メモリーバッグ、ね。もう会いたくもないです。メモリーバッグ。メモリーバッグって言ってもらえない。言ってもらえないよ。確かに街ですれ違ってメモリーバッグだったら、お前かって言う。やってくれたらね、はいはい、さあ行きましょう、はいはい、代打アンサー選手権。このコーナーではですね、はい、決まった回答を必ず 100% 実行に移すというテーマでね、うん、はい、やらせていただいておりますのでね、はい、今日の中からアレさんやってほしいんですよ、実はこれね。なるほど。ツイッターとかでも応援大使にね、そうならせてもらって、徳島の、徳島アストロズ、はい、という、チーム、しかも新しくできたチームですよね。新しくできたチーム、うん、これは独立リーグ、独立リーグにはまだ入ってない。まだ入れてない。あ、なるほど。いずれ独立リーグ目指してる。都市対抗に出るのを目標にしてるって言ってました。四国アイランドリーグか、それ独立リーグ。あ、それあるあるある、ね、いずれそこに、はい、なるほどなるほど、うん、ということで、そこのイメージキャラクターになったアレシンノスケと坂友が、はい、チームのためにするべきこととは。なるほど。これ本当にいいお題ですからね。これありがたいです。いや、実際でやりましょう。はい、じゃあこれ採用したらやっちゃう。もうやります。素晴らしい。もうやりますじゃない。急なもんなんですか。急なもんなん。やります。やらせます。オーナー。あなた何の権力。どれか一つは絶対やりましょう、じゃあ。OK。全部は無理と思うからね。OK。さあ、じゃあやっていきましょう。誰からいきますか。はい、今日はね、9枚来てるんで3回戦。僕からいきましょうか。お、じゃあ大鍋つねからですね。はい、代打斉藤さんに代わりまして、うん、大鍋つね、徳島アストロズの応援大使に就任した2人が、チームのためにやるべきこととは。選手としても登録、代打で笑いのホームランを狙う。おお、選手登録してもらって、そう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 、うん、で実はトライアウト受けんのよ。ええー、そうそうそう、でもそれはもう絶対に無理じゃん。まあ、ね、まあ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 、ね、野球のルールも知らない俺。確かに左のグローブつけてショート守ればいい。絶対無理だから。でもそれはちょっとあのお笑いとして、まあね、盛り上げのために、盛り上げのために受ける、ね、はい、笑いのホームランを取らなきゃいけない。なるほどね、うん、いやめっちゃいいですね。めちゃくちゃいい。まあ本当にあり得る、これめちゃくちゃあります、ね、それはね、可能性はあります。絶対あると思う、うん、めっちゃいい、うん、さあじゃあいきましょう、はい、じゃあ安楽、のりっぺさんに代わりましてぬるぬると安楽、アストロズに就任した2人が、チームのためにするべきこととは。全力でチアガール。ほう、いいじゃん、面白い。ボンボン持って、はいはい、うん、今日ね、ちょうど巨人戦見てたんですけど、はいはい、やっぱあのバク転すごいですね。あ、すごい、今日10回ぐらいしてました。あ、本当ですか、うん、すごい。あれできたら面白い。確かに。あのキツネダンスとか入ってますね今。あね、そうです。 あ、はい、あれ、まあまあそうね、バク転できたら面白いけど、ね、チーム応援歌ってあるんですか。もうないんじゃないかな。あ、じゃあこれからだ。一から作るんだ。なるほど、作るんじゃないかな。作るとしたらそういうのにも参加するんですか、その応援対して。応援のその、いや、編成とか
あでも広告広報の方 いろんなアイディアは出せると思うよ、まだまだ決まってないから、むしろあれさんが作ってくる、そっかそっか、めっちゃいいっすね、ありだと思う、ダンス作るのありっすね、確かに。え BC リーグとかもさ、はい、7回裏とかそういうのあるの、応援歌みたいな、あどうなんわかんないけど、別にやっちゃいけない決まりはない、まあ、そうで決まりはない、盛り上げるってためにあるんじゃないですかね、そう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 、回ってもいいか、はい、うん、なるほど、あいいですね、めっちゃいいですね、はい、じゃあ、はい、きますか、はい、コルレオーネさんに代わりまして代打アレシンノスケ、2人がアストロズを盛り上げるためにするべきこととは、阿波踊りをしながら本州から徳島へ橋を渡る。どんぐらいの橋。めちゃくちゃ引きで見たりしたら面白いですね。何時間かかるんだろう。本当に肩上がんなくなるんだよ、めっちゃ想像したらめちゃくちゃ面白いけど、面白い、確かに、あいいですね、でもでもね、徳島アストロズのユニフォームかなんかして、そうですね、なんかかけて、たらもう全員いますからね、絶対人が歩いて通っていいですか、それって、あのあそこですよね、あの高速道路みたいな、知らないよ、あ、ありですね、めっちゃいいですね。ということで、この中でじゃあ一番良かった回答者は、あ、これは僕と独断でいいですね、はい、お願いします。わー、いいけどな、はい、全部良かったけどな、そうですね、なんかみんな真剣に考えてくれてますね、そうだね、はい、あ、5分前、はい、じゃあのりっぺさん、あ、全力でチアガール、あ、おー、いや、これでも一番いいですね、面白いですしね、はい、さあ、ということで、あ、コメントが届いたということなので、ありがとうございます、いっぱいコメント来ますね、今日は、ね、これが後でもいいかな、バッタにしましょう、はい、はいはい、それからですね、2回戦、はい、行きましょう、はい、僕が行きます、はい、代打植物パイセンに変わりまして、うん、大鍋ですね、アストロズに就任した2人がチームのためにするべきこととは、 TikTok で流行ってる曲を徳島アストロズの紹介や野球あるあるに差し替えて投稿、なるほど、いや、これマジでいいやつ、時代 SNS ですね、まさに、うん、マジでいいやつ、はい、これから合体させてその TikTok で泡踊り、うん、泡踊りしてみたりとかね、あー確かに、はいはい、そういうことね、うん、いろいろみんなのやつを TikTok でやればいい、バク転したりとかですね、バク転したり、はい、いいですね、したりじゃない、バク転したりをさ、名前マジで真剣にやってるんですよね、みんなちゃんと考えてくれたら、ありがたい、まあ SNS いいですね、確かに、さあ行きましょう、じゃあアラさんに変わりまして、はい、代打ヌルヌルと連絡、はい、アストロズのために2人がするべきこととは、チームが軌道に乗るまでスタンドの応援団マスコットチアガールも兼任する、おー、一緒だ、一緒だ、一緒だ、チームが連勝するまで軌道に、軌道に乗るまで、軌道に乗るまで、はあ、全部やるってことですね、もう本当に軌道に乗ったらやっちゃダメ、チームが売れてきたらちょっと離れてお役目、恥ずかしいんでみたいな、まあまあ下積み時代を、ね、ね、支えるというか、めっちゃいいですね、まあ、いいじゃん、やっぱみんなそういう系なんですね、チアガール系、マスコットとかまだいないってことですもんね、だから確かにね、いるいるいる、あ、いるんだ、もういるんですね、キャラクターいる、ちょライオンっぽい、あ、そこはできてんだ、なるほど、はあ、じゃあ、あれさんいきます、はい、復活パンダさんに代わりまして代打アレシンノスケ、アストロズのために2人がするべきこととは、徳島県の魅力とチームについての宣伝を1分間で10個言う、どこで今書いてないです、どこでかは書いてないです、そうだから TikTok だ、あ、TikTok、 それは TikTok でできる、 TikTok ですね、めっちゃいいですね、中のバーンみたいなやつあるよね、バーンみたいな、知らない、ちょっとわかんない。ちょっと待ってよ。ちょっと TikTok 知らない？全然見てない。ちょっと疎い。疎い。え、知ってるよね。バーンってやったらここに文字とかが出てくるやつ。TikTok。ああ、知らない。あれ？おじさんしか知らないの？え、ちょっと待って、嘘だ。二十歳の。え、TikTok 見てない？3人とも見ない。TikTok 見てる、見てます？見てない。誰も。誰も見てない。いや、20代前半。え、そんなに TikTok って今もう終わったの？あれさ、まだミクシーやってます。TikTok 全広くやってるんですか、ミクシーから TikTok まで逆に。ミクシーってやるか、ミクシーやるか。TikTok、まあ、絶対知ってるって。ってバーンってしたらなんか出るんですよ、そうなんかバーンっていう効果音とともに、こうやって打つ真似するのよ。はいはいはい、そしたらなんかその身長、私の身長は、なるほどなるほどね、やったらそれが表示される。あ、じゃあ徳島アストロズのいいところは、いいところはで、バーン。そう、なるほど、あ、それね。え、こんなに知られてないとは。知ってるおじさんもちょっと気持ち悪い、ね。まあ、関西はまあ若い方がね。だからね、まあ、助けて誰か。あれさんが悪いみたいな。さあ、行きましょう。はい、じゃあ最後の。またコメント届いたということなんで、それを受け取っておいて。これは今でも TikTok。ああ、ありがとうございます。基本は TikTok にしてくれたことがね。はい、TikTok です、はい、おめでとうございます、はい、さあ、最後の1回戦いきましょう、はいはい、じゃあ僕から行きましょうか、オラビツから、はい、代打ムーマに代わりまして大鍋ツネ、アストロズのために2人がするべきこととは、まずアレさん、1、選手にブーのこけ方を教える、おお、2、マスターした選手には玉筋の出演権を与える、おお、3、お仕事は本番前にブーメーターを養生テープで貼り寝ないでメーターをめくるだけの仕事、はい、月月収8000円以上、はいはいはい、
なるほど。なんせあのちょうどコメントが来て、あの全然信じてない。結構前回はね、そのバイトのボケは、ね、めちゃくちゃいいこと書いたのに、あのコメツイッターのコメントと重なって、あの、うん、変な感じになって。しかもそのコメントが坂友 G です。あいつ。やべですか、はい、あの一つのことにこうなっちゃう、はい、そうですよね、はい、女の子来たと思っちゃったから、ね、もう見慣れる確かにさあ行きましょう、あと1分、乗り子にさ借りまして喋ってなさすぎて声が、アトロスのために2人がするべきこととは、ファン全員に焼肉をおごる、これだこれですこれだファン全員に焼肉をおごる、焼肉をおごるからファンになってって言えばそりゃ来るか。ああそっかそっか、そのパターン、そういうことでしょ、確かに、ね、ファン全員って、ね、ファンです、はい、アストロズのファンです、うるさい、うるさい、うるさい、TikTok も知らないよ関係ないし、さあ、アレさん最後、はい、スーパーストロングボッキーマシンさんに代わりまして代打アレシンのスケ、アストロズのために2人がするべきこととは、ケツ穴確定に備えてお尻をきれいにしておく最低今すぐできる、確かにこれはできます、トイレ行ってお尻拭けばいい、で TikTok 出てください、気になったケツ穴、ケツ穴が捨てばうわー勝者、はい、じゃあもうかわいそうだからムーマさん、ああ、ね、ちゃんと読めなかったからね、はい、ということでこの中から一つ実行するんで、それはちょっと後で話し合って、うん、そうですね、実際にできそうなものとか、はい、球団に迷惑かかんないようにね、はい、やりましょう、はい、いやでもその様子はツイッターでお知らせしたいと思います、はい、コメント来てるんで読みます、はい、魂ネームうんこなしムーマ、はい、斉藤さん、はい、名古屋なら役立つ情報、ラーメン屋ならスガキ屋おすすめしますよっていうのと、はい、植物パイセン、はい、先日玉筋下ネタ四天王のうちの一人の方にツイートをいいねされたのです、危ういですねあら誰だ、あら誰だ、本当は弟子入りしたいですあやめとけやめとけ、坂友じいさん、はい、マンダリンパイレーツガールはいます、玉筋で徳島アストロズの応援歌考えてください、下ネタ入るからダメか、なるほどというねそうですね、可愛いところですね、ああもう時間が過ぎてしまってるということなんで、はい、すいません、来週も楽しんでいただけたらと思います、はい、以上ヤベルトさんの玉筋でした、また来週、それでは失礼いたしますそうそうそう、終わりの挨拶、終わりの挨拶です、ね、もらって失礼いたします、ワンツー、ワンツースリーフォー、曜日を考えよう、分別大事だよ、うーん、うーん。